だよ。誰だ、もう映ってるよ。皆さんこんにちは。ここはうちの田舎の、これなんて言うんだっけな、ウサノピアという大分県ですね。ウサの会館です。まあ、ここはあの約款川、この間やたらテレビに出て、氾濫しそうだということでしたが、今日はなんか文治独演会ということで、一門が想像して、お客さんが、はいはい、ちょっと聞いてみて、はい、今あの YouTube を撮ってますって、あ、先生、あら、キベ先生、あ、先生、先生、キベ先生、これは四日市高校の恩師の化学のキベ先生、そう、キベ先生の部屋からうちの師匠のとこ電話かけたのよ。そういうことで、先生、先生おいくつですか今？80。今日元気で。明日の仕事は先生が取ってくれたのよ。ありがとうございます。ねえ、本当ありがとうございます。はい、先生のおかげで。2年に1回。まんじゅうでも不便。ありがとうございます。すいません、はいはいはい。よろしくお願いします。おお。なんかいろいろ差し入れね、これパンの差し入れ、まあ、ちょっとこれね、石を頼まれて、これは薄皮まんじゅうです。薄皮まんじゅう、はい、あら、じゃあ高橋さん、はい、ちょっと取ってくれる？あ、はい、いや、キベ先生元気でよかった、さっき話してたじゃない。はい、あ、その先生ですか。そう、失礼いたします、キベ先生。はい、じゃあ一つ、はい、先ほどの続きでうまくつながればいいなと思って先生せっかく出てもらったんで、ちょっと宣伝をさせてください。これはあの落語カフェです。10月の11日、あと5日後ぐらいかな、馬やかじと笠子をやります。ちょっと普段より、平日の今までは夜の4時からでしたが6時半からですので、お間違いのないようにお願いします。それから あとがさなぎの会の OB 会ということでね、これは能舞台、代々木能舞台というところで、10月の13日、花風さんが第2期の卒業生かな、花風さんがと僕で2席ずつで、間に七福さんが入ります。浪曲もいいね、よく聞くとね。いやー、本当に、いや、じっくりなかなか聞く機会がねないんで、七福さんもなんかね、大分この辺来たいんだって、なんか国先とかで修行したいらしいよ。修行で、何て言うんだろう、山々を駆け巡って。そんな修行ですか。そうだよ、それが憧れなんだって。修験者のような。そう、まああのいろんなね、魔外物とかね、そういうのよく知ってた、調べて。それで11月の2日が、大イベント、エコダ落語祭りというのがあります。もちろん落語だけではございません。地元に根付いた、そうですね、金城先生はちょっと、練馬と板橋の境目ですね。あとは南極先生、駒野南極先生は江古田在住です。あとはそうですね、ラクトさんが、江古田に住んでますね。あとは、まあ勝利先生にも出ていただいて、鶴光師匠にもね、よかった、あのラジオ復活して鶴光師匠で桃太郎師匠、江古田によく来てたの、昔東長崎に住んでて喫茶店が多くてね、それで満喫さんで歌武蔵兄にもご協力願って、大阪の平治さんね、恋八さん、少々さん、右近さん、
でまたほら浪曲は今好きだからね、春野さんにも茨城から来ていただこうというね。あと返事会メンバーかな、あと無用先生も久しぶりです。無用先生も西武線で、小杉さんはあまああのコムジャンさん門下だからね。でこちらの奈々さんも出ますね。え奈々ちゃんもういいの出て、もうまだすっぴんだけど大丈夫大丈夫まあ元がいいからね。あと木之助さん、あと大神楽の清次郎さんというね、これ5派かな、全部落語協会、落語芸術協会、それから上方落語協会、立川流円楽と五派合同で、12月の2日大イベントがあります。講談協会と日本講談協会、うん、あ講談、あそっか講談協会も入ってるか、七団体、七団体、あ浪曲もね、はい、入ってるから。はいはい、楽屋の写真を、うん、勝手にお願いします。はい、まああのほら同級生のね、一つどこでもこれ3000円でございます。一部二部というね、1回見て2回目どこかに行こうという方は5000円で、1000円得になりますのでね、ぜひ一日エコダで食べるところもたくさんあります。なんか野々市さんはね、あそこの福本さんって、蕎麦屋さんでアルバイトやってた。で話し家になりたいってから、僕はちょっと女性は取らないよって言ったら白野さんとか行ったのね。そういうあの因縁というか思い出のあるところですのでね、一日楽しんで、食べる時間もあると思います。またあのパテシティ、はいね、あそこあのアイスクリームとかケーキとか、はいね、これはチャペルの手前でございますがね、栄町会館、小竹町会館も歩いて、なんとなく行ける距離ですので、一日エコタで楽しんでいただければと思います。以上 CM でした。よろしくお願いします。はい、こちら連絡先ですね、はい、佐久間さんのとこまでお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ、奈々ちゃん、はい、あんた何やった、なんか顔隠してなんか言いなさい。ダメだった、まだ待ってる、一回切れちゃって、姫先生の手がじゃんじゃんじゃない。本日のイベントでございます、桂文治独演一門会で大分県の宇佐に来ております。宇佐のピアという宇佐文化会館ですね。先ほどご案内がありましたエコダ落語祭り、私は出演できませんが、ぜひ、行ってみてください。しくじってんのよ。違いますよ。先に用が入ってしまいました。その日は足立区でですね、足立区はいいんだ、ダザ地区と間違っちゃう、人目じゃないです。青年団さんのネタ、PTA の集まりがありました。PTA、まあ、いやらしい、 PTA 芸人を目指しておりました、まあ、いやらしい、あらあらま姉さんと競合になろうという、何でなんだ、すぐ人のものを取るんだから、はい、この泥棒猫、どうぞよろしくお願いしますねえ、じゃあまあ一つ、ここは三平さんも来てる、あの国策落語ってやってんじゃない、あれで、でここはあの、はい、特攻隊だっけ、ん特攻隊があったのかね、基地が、特攻隊の基地が、あ、うん、ちょっと乗ってね、向こう、ここの海もあったって、海が、そうなんですか、ね、飛んでったってことですか、そうですね、そうそう、だから永遠のゼロ、うん、ああの、舞台になってるね、次回一人はこっから一応 ね、ほら、あの、なんか岡田准一さん、そうですね、あれ、永遠のゼロの舞台になってる、海賊と呼ばれた男の岡田准一さん、海賊ってな、余計ファミらしくなって、洋島の、あ洋島、岡田准一さん、洋島、うちの師匠行ったら、そうですか、うん、なんか自衛隊のフェリーで行って、で夜中なんかあの泣き声がしたりしてるって、せがれさん怖がっちゃって、永遠のゼロの作者が誰でした、横溝直樹じゃなくて、違うよ、あそ桃田、百田なんだ、そうでした、
あの人。もういい。出口のない海は違いましたっけ？え？出口のない海。知らない。違いましたっけ？分からない。また素晴らしく泣ける小説。いや昨日はあのサムライタイムスリッパーってのを見て、ああよかったね。評判いいですね。あれいやもう面白かった、笑いありちょっとグッとくるところがありね、果てが素晴らしい。皆さんもぜひご覧ください。じゃあとりあえずもう時間ということで、さよなら。じゃあ今日よろしくお願いします。ありがとうございます。それかいやいや、なんかいいの私がすっぴん出るとあれですもんね。いや、今や、ありのままの。ちょっと一人の目を描きます。あ、それで。もう、勝手に話しとってください。いや、さっき、いらっしゃった方が、最初はどうしますって言って。熊野美堂さんね。で、5分前なんですけど、どうしたのか。いや、なんか挨拶があるんじゃない？もう指示してます。3分前に2番があって。あれ、ちょっと、ほら、トン君、あれ、工作会誌誰がやってくれるのか。ちょっと呼んでこっか。ね。僕あと5分で出なきゃ。そう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 。何言ってんの？あらまだ撮ってんの？やだやだこの。やば。着物の着方でもやりますか？いい。あんたもう一重にしてんの？合わせです。嘘だろ。はい。昨日寒いとこ行ったんで。そのまま。今日暑いよ。あ、そうです、ね。ここが暑いです、まだ。暑い。あれ冷房してるのに暑いんだ。昨日これ、お払いしてきたんです、この着物で。なんで小倉地が良くないですか？全然良くない。良くないですか？良くないらしいです。基盤で。基盤ではないです。新品なんです。では、失礼します。